はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーチです。では今回はデート続の決断をパープキット、日本プレイ続きやっていきたいと思います。でここまでですね、マラカ、シンガポールですね、それにジャワ、インドネシア近辺の制圧を完了しています。次の目標はセレベス海、ここにはイギリス軍が抑えている油田と鉄があるので、ここを取ります。で今ですね、マラッカ海峡に入っている艦隊、これ第1艦隊と第4、第11と艦隊いるんですけど、この艦隊の修復とあと増強が完了したらですね、インド洋に転進をかけて、インド洋にあるこの鉄資源、これを抑えにかかりたいというふうに思っています。一方対アメリカ戦線なんですけど、ここはですね、小笠原、こことマリアナ沖、ここでさらにトラック沖で防衛をかけていきます。でマリアナがね、やっぱりちょっと危ないかなというところなので、マリアナに艦隊を送りましょう。でマリアナにはどの艦隊を送るかということなんですけど、第5艦隊、これをマリアナ沖へ移動させます。であとですね、各艦隊これを増強かけると同時に航空機の増援、これを当てていきましょう。97式の艦砲、これを増強。同じことをマリアナ沖でもやります。マリアナ沖が本当に危ないかな。今一番マリアナ沖がおそらく敵の攻撃目標になりうる危ない場所なのかなというふうに思っているので、これ96式の立候に変えちゃおう。で爆撃機か、冷戦の21、これ40機、96式の艦船、ちょっと微妙なとこだな。一旦これにする。でセレベス海の攻略にあたる主力のこの第3艦隊に入っている3空母、これ直縁を冷戦の21に置き換えましょう。で加賀の方も、香川ただ艦載機の損傷ゼロだったらいいかな。護衛機がいない状態にはなるものの、雷撃機もなしか。搭載できる数が少ないというのはいかんともしがたいので、救難式の艦船、救難式の艦砲を当てるか。護衛機は一緒に飛び立つ他の正規空母から出てくる護衛機で、軽空母の火力不足になりうる護衛機を減らしましょう。これでいいかな。では時間を進めます。セレベス海取りましょう。セレベス海にはもう一度確認しますが、北からはこの第8艦隊、16隻艦隊ですね、これがセレベスへ進行。さらにジャワから第2、第3の両艦隊、これが進出をかけます。では進めていきましょう。このセレベス海は今大本営の攻略目標になっているので、これ攻略できればボーナスが入りますからね。飛行場の場所は2つ、第1飛行場が北部、第2飛行場が進出してすぐの場所にありますね。これすぐに叩きましょう。なので第2、第3、第9艦隊とあるうちの第2艦隊、これ戦艦が複数入っていますので、これ最も近い場所に配置で、第3艦隊はその次、第6艦隊ではない、第9艦隊か、第9艦隊をどこに配備するかだな。単艦というかこの第9艦隊だけで運用すると、第9艦隊火力が不足してるんで飛行場にやられる可能性があるんで、ちょっとそこだけ注意をしていきましょう。
思ってたらいきなり発見してるわ。唯一いた艦隊は破壊しましたね。あとは敵の飛行場から出てくるその航空隊をいかに早く潰せるかだな。了解。一応味方からは攻撃隊の発艦指示を出したので発艦していきます。ただこれ飛行機の数によって数が多ければ多いほど空母から発艦するのに時間がかかるんですね。今ちょうど発艦しましたけど。で、第9艦隊は損傷されると困るんで一旦高速で離脱させましょう。もう発見されてるもんね。高速で離脱。爆撃機を乗せた方がいいね、観光よりも。空母には敵の基地攻撃を行うときは観光あまり意味がないので。さあこの艦隊は急いで離脱。第2飛行場を破壊してますね。ではもう一箇所の飛行場の攻撃に向かいましょう。まあ何はともあれね、このセレベスを取った後攻撃目標に指定するオーストラリア、ここですね。なので作戦としてはインド洋に向かう艦隊、オーストラリアに向かう艦隊、それとアメリカ軍からの侵攻に備える艦隊ということで3つに艦隊を分けて運用しなきゃいけないっていうのがなかなか苦しいところで、順番的にはオーストラリア、インド洋最優先にやっぱりしたいんですけど、アメリカ軍の防衛に関して言うとアメリカ軍がどう攻めてくるかによるというか、攻めてくるタイミングが早ければ当然防衛に割く戦力を割かなきゃいけなくなるんで、ちょっとここがね自分たちでコントロールができないという難しい点かなと思います。しばらく動きはないと思いますので時間の進みを早くしていきましょう。ここで艦隊がごちゃごちゃしちゃいましたね。こういうところ敵の攻撃に遭うともう絶望的な状況になるんですけど、さあ8日開けましたのでこれで味方からも爆撃機が飛びます。了解。
さあ、敵からも攻撃機、爆撃機が飛行場から出てるので、これがどこをどう攻撃するかだな。伊勢が中波扱いになるかもしれないですね。一旦トラック置きで回復させないといけなくなっちゃうんで、ダメージが増えてくると、まあ、そこだけ要注意ですね。さあ、第2次攻撃隊、これを発艦させていきましょう。まあ、正直軽空母はね、攻撃できないのでほっといてもいいんですが、せっかくなので同じ指示下に置いちゃいましょう。これで敵の砲台は多分沈黙させられるんじゃないかな。戦艦空母は失いたくない。できれば従順洋艦クラスも失いたくないんで。敵の護衛爆撃機が再び出てきますね。まあ、ただ戦艦の砲撃の範囲内、射程内にセレベス海の第一飛行場の場所を捉えているので、まあもう時間の問題かな。で、空母にはダメージは出ていないんですけど、戦艦に多少のダメージが出てるんで、これがね、一旦トラック沖に戻して、ドック入りがどれくらい時間かかるかですね。アメリカ軍が本当にここまで何もしてこない分力を溜め込んでると思うんで、そのアメリカ軍と戦う時にどれだけこちらが持ちこたえられるかというところが少し戦いの分かれ目になりそうかなというところですね。ドイツ海軍も結構やられてるな。まあ、ドイツは海軍っていうよりも、どちらかというと、陸軍のイメージがありますからね。ドイツが石油5000を援助してくれました。こっちも石油5000を援助しましたって何も生まれないですよね。5000石油を援助して5000石油をもらうっていう、そのまま返されたんじゃないか疑惑がありますけど。で、大本営からの作戦目標に指定されていたセレベス海攻略してるので、臨時予算1万が入ってますね。さて、次の作戦目標なんですが、中部太平洋はないな。アリューシャンもない。南太平洋もないわ。アメリカ軍の攻略目標にするはちょっとありえないよな。一旦南太平洋にしておいて、場所を、ラバウル、ソロモン、サンゴ海、この辺りに変えてもらうっていうのが現実的なところかな。では、忘れないうちにお金があるので、技術開発ですね。もらった金はすぐに使うと。で、兵器開発ですね。航空機の開発で3新型、これ開発しましょう。で、一式の立候補も欲しいんだけどね。まずは艦上の爆撃機ですね。で、もう一つやっておきたいのは新兵器の開発なんですが、レーダー、金が1000だったらやっちゃう。5000は出せないけど1000なら出せる。で、あとは、物資援助ですね。これ
お互いに鉄をなすりつけ合ってる、石油をなすりつけ合うだけっていう、なんとも虚しい内容なんですけど、5000送りましょう。で、スパイです。スパイは、ラバウル、ソロモン、このあたりかな。んでだ。続いて輸送船ですね。輸送船を9隻。金がないな。本当に金がない。で、マラッカ、輸送船10隻体制に変えて、ジャワ、これを5隻体制に変えて、で、鉄の取れるセレベスに6隻配備しましょう。まあ、これでもちょっと足りてないんですけどね。お金がないな、今回は。鉄、アルミはそれなりというところですね。では、艦隊を動かしていきましょう。まずは、セレベスに入っている艦隊もセレベスに置いとく必要は全くないので、すべての艦隊を一旦トラック沖に入れましょう。そうか、第3艦隊に関して言うと、次の攻撃目標ラバールなんですが、パーラー沖に入れといてもいいかもしれないな。傷ついてる艦艇はいないので、で、第9艦隊はドック入りしたいので一旦トラック沖に入れましょう。これ艦隊の集結ポイントをある程度決められましたね。小笠原沖、マリアナ沖、トラック沖、パラオ、あとはマラッカかな。マラッカの方は艦隊としてはだいぶマシにはなってきてるね。ただまだドック入り5週間かかると、中破してる艦隊というか、この戦艦がある分ですがね。で、あとはマリアナ沖に次のターンで艦隊が増強できないので、トラック沖にいる艦隊第12は置いといて、第6艦隊を一旦マリアナ沖に移動させましょう。これでどうなるかというと、小笠原沖、ここに2個艦隊。いやー、本当に怖いのはやっぱ中部太平洋にいる艦隊だな。マリアナ、トラックと艦隊を増強できてるのでいいですかね。無駄なところに艦隊を置いておきたくないので、一応確認して回りましょう。まあ、パラオはね、最悪敵の攻撃にさらされる可能性があるので置いておくでいいと思います。重要拠点4つか、ちょっとあれだな。アラビア海ぐらいまで進出しておいて、ドイツ海軍の援助をしてあげたいなっていう気はしますね。あとはやっぱりハワイだよね。ハワイまで取れればものすごく楽になる。で、ハワイを攻略するときはどうしても揚陸艦を持っていって飛行場を確保したままフィニッシュラインを迎えたいですね。となると順番で言うと、やっぱり先にこのラバウルからオーストラリア方面ですかね。で、インド洋は敵の艦隊、うわ結構増強かかってるな。インド洋のイギリス軍艦隊は第1、第4、第16と3個艦隊が入ってますね。で、飛行場は3つ、344の航空機が配備されてますと。ちょっとこことまともに渡り合うのは難しいな。だって今だと3個艦隊プラス350機の航空機と戦うわけでしょ。これはちょっと無理があるんでやめましょう。
一旦はこのマラッカ海峡で防衛に専念するかな。そうすると南雲さんをここに乗せておくのはもったいないので、もう少しすると、空母が4隻新しくできてくると思うんで、空母が4隻新しくできてきたら、そのタイミングで、南雲さんを乗せ替えましょう。4隻の空母ですね。4隻の正規空母昇格型。84機の航空機搭載できるものが、あと4週間経てば出来上がるんで、これを配備していこうかな。はい。では、セレベス海攻略できましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ラバウルへと進行をかけていくというところをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。